はい、どうも、なやです。今回はですね、結構面白い作図のお題を持ってきました。今回のテーマがですね、はい、ちょっと長いですけど、頂点を通らない直線で三角形の面積を二等分する方法、こちらをですね、解説していきたいと思います。これちょっと三角形書いてですね、頂点を通ればですね、もうこの二等分線に引くようにですね、バーって引けば面積は二等分できますよね。はい、しかし頂点を通らない直線ということは、こうやって中途半端なこのこういった感じで通らないといけません。それで二等分するって結構むずそうですよね。これはひらめきをですね、十分に発揮すれば解けるんですけども、これもですね、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、では早速こちらの解説をやっていきたいと思います。はい、このように三角形があるとします。この三角形を頂点を通らない直線で二等分する方法を考えてみましょう。はい、では早速なんですけども、そういった直線を作図するにはどうすればいいかということで、これは作図問題ですね。はい、作図でという条件があります。コンパスと定規で二等分する方法ですね。じゃあまず適当にどっかですね、点を取ります。もうどこでもいいです。頂点ではないところに点を取って、そこを O とでもしましょう。はい、このようにですね。はい、そしたら次にですね、ここに補助線引きます。そこが B に補助線引きます。 B と O を結ぶ線分ですね。そしてですね、この線分に平行になるような直線を引きます。それなんですけども、平行な直線の引き方は OC の長さを取りますね。こうやって、そしてこのようにですね、チェックマーク入れます。そしてここからさらにこのように半円を書いて、この C からも半円を書きます。するとここにですね、交点ができるので、この交点を結ぶように直線を引きます。はい、するとここは平行になります。理由はですね、ここの長さが全部等しいですよね。同じ円を描いているから。なのでひし形ができていることから、ひし形の条件である平行、それを利用して平行な直線を引いてます。そして次にですね、ここで延長するように AB の延長と先ほどの交点、平行な直線の交点を探します。はい、できました。ここですね、 D とでもしましょうかね。するとですね、何が言えるのかっていうと、今度は OD を結んであげると、はい、このようにですね、平行な直線の間のですね、こういった三角形っていうものは面積が同じですよね。こういったのを等積変化って言います。これはしっかり覚えておいてください。等積変形とか等積変化ですかね、まあ、等積とか言ったりもします。はい、ということは面積が同じまま、ここの三角形とこの色を塗った三角形っていうのは、ここがですね、平行なので移動できますよね。ぎゅーっと C を D まで。ってことは、最初は A、B、C を考えていたんですけども、A、D、O を考えても同じような面積になることがわかります。はい、これは合同ではなくて面積が同じという意味です。はい、したがって、この O から、今度はですね、A と B の中点ですね、
はい、中点 M です。 A と D の中点 M に O から直線を結びます。この直線がこの線分 OM が OM が三角形 ABC の面積を二等分する直線の一つとなりますよね。はい、なぜならですね、ここ OMD っていうのはここの OMBC っていうこの台形と同じですよね。そしてこの OMD とOMBC という台形が同じで、これをギューッと等積変化するとここのちょっとこう四角形なんですけども、この四角形というものはもちろん AOM というこの三角形とこの台形というものは面積が同じになりますよね。もともとは O から M に対して二等分しているのでですね、ここでこれをギューッと持ってきて等しい。だからこの黄色い線が三角形 ABC の面積を二等分する直線の一つとなります。はい。ということはですね、ランダムに頂点以外のところで点を取って、それからですね、頂点と結んで平行な線を引いて、それで等積変化して、中点を結んで線を引くというような流れでしょうか。はい。このようにしてですね、三角形の面積を二等分する頂点を取らない直線を描くことができました。いかがでしょうか。作図もですね、結構ですね、問題を解いていくと面白いです。どんどんですね、いろんな問題に挑戦してみてはいかがでしょうか。では今回でこの動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。